はい。皆さん、こんにちは。おっきなわ、おばばです。はい、はい、はい。ねお二人さんも、こんにちは。はい。えー、素晴らしい映像が入ってきました。えー、昨日ですね、2月、あ、おとといかな、2月3日に、とら、海軍で撮られた写真です。はい。そこには何が写っているでしょうか。はい。とっても興味深い写真です。えー、アメリカの、 えー、アリゾナ州の海軍の写真ですね。その背景に映っているもの。それは、トラさんでしたそうです。軍の総帥総指揮官は、えーか、あの、アメリカ軍にとってまだトラさんです。バイバイバーイさんではありませんそうですね。これすごいことですよ。あのー、ね、時々あのー、そんなの嘘だ。 っていう人いますよね。あの、軍、軍の指、揮官が、バイさんが撮ってるから、トラさんなんて嘘だって言ってるような、あー、なんていうのかな。人を時々見かけますけど、まあ結構見かけるんですけどね。そういう人は、ちゃんと自分の目で確かめてください。それからものをおっしゃってください。はい。えー、指揮官。海軍の指揮官。まあ、米軍の指揮官は、指揮官の画像は、 総帥の画像はまだ、トラさんのままです。写真が飾ってあります。よーく見てください。誰が写っているか。はい。元の URL も貼っておきます。やはりそうでした。私はね、こう、米軍の人間ではないので、えー、米軍まで見に行けません。でも、あの、米軍に友達がいるので、えー、米軍がトラさん支持だっていうことは聞いて知っています。 はい、米軍のポリスでですすね私知り合いです、えー、それで聞いてます。寅さん指示だって。みんなあの沖縄の基地ですけど皆さんが寅さん指示だっていうことはあの私本当に聞いてます。なので、えー、そうだろうなと思ったんですけどこの目で、えーね、あの寅さんの写真が飾られているのを私は見ました。えー、それ中国観察さんのに飛んでいけば皆さんも見られます。これは2月3日に 取られたものでバイさんのお就任式の以降の写真ですまだバイさんは飾られていません残念でしたはいそれでは沖縄ババですまた嬉しいお知らせがありましたら皆さんに、えー、ご報告いたしますそれでは皆さんさようならごきげんよう